回路図とコイルの性質から負荷電流は S1 がオンの時プラス方向に徐々に電流が上昇し、 S3 がオンの時マイナス方向に徐々に電流が下降するので、負荷電流は波形はアが正解です。回路図とコイルの性質から電源電流は S1 がオンの時も S3 がオンの時も同じ波形となり、プラス方向に徐々に上昇するので、電源電流は波形は A が正解です。図1はスイッチで負荷にかかる電圧の方向を変えるので、電圧型インバーターです。スイッチの切り替え時に高周波の電流が電源側に流れ込むため、電源の高周波インピーダンスが低くないと、直流電圧が変動してインバーターの性能が悪くなります。スイッチング周期を変えることで周波数を変えることができます。また現電電圧を変えることで交流電圧を変えることができます。パワートランジスタを IGBT や MOSFET で置き換えることができます。それぞれトランジスタでスイッチとして使用できるためです。4が誤りです。ダイオードはインダクサンスに蓄えられたエネルギーを放出するためにあります。エネルギーを直流電源に戻すという表現は正しいのか不明ですが、逆電圧でパワートランジスタを転流させるのは間違いです。転流とは自己照合できない、オフにしても電圧がオフにならない素子を逆バイアスの電圧でオフにすることで、トランジスタは自己照合できる素子です。電動機にはコイルが使われているので、図の負荷は誘導電動機とすることもできます。その場合電動機の力率が低くなるので、コイルのインダクツ成分が増えることになるので、ダイオードに流れる時間が長くなります。